ゲイリー・オールドマン、ゲイリー・レナード・オールドマン、ゲアリー・レオナール・オールドマン、1958年3月21日体は、イギリスの俳優、映画監督、脚本家、映画プロデューサー。ロンドンのニュークロス出身。姉は同じく女優のライラ・モース、レイラ・モールス。近年の日本での報道では、ファーストネームについて、ギャリーの発音で表記されることもある。 その演技力から高い評価を受けている俳優の一人であったが長らくアカデミー賞とは縁がなかった。2011年公開の裏切りのサーカスで初めてアカデミー主演団優勝にノミネートされ第90回アカデミー賞2018年においてウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男でついに主演団優勝を受賞を果たした。アイルランド生まれの母親と 溶接校の父親との間に生まれた。父親はアルコール依存症でゲイリーが7歳の時に家族を捨ててしまう。子供の頃から歌やピアノの才能を発揮していたが、後に演技の道を進むようになる。1979年、俳優を志した頃、王立演劇学校への編入を拒否されたが、奨学金を勝ち取ってローズ・ブルフォード・カレッジで学び、 演劇の学士号を得た。あとに、グレニッチ・ヤング・ピープル、エステアトルでも演技を学び、ザ・ポップ、エス・ウェディングで舞台役者として活躍。この作品で、タイム・アウト、エス・フリンジ・アワードの最優秀新人俳優賞、1985年から1986年に輝いた。さらに1985年、ブリティッシュ・テアトル・アソシエーション、エス・ドラマ・マガジン・アワードでも、 最優秀俳優賞を受賞している。映画初出演は1982年のリメンレンス。1986年のシドナンシーではセックスピストルズのベーシストシドビシャスを演じて注目を集めた。エキセントリックな役を演じさせたら東大随一であると評価され多くの有名な役を演じてきた。例としてレオンでのノーマンスタンスフィールドドラキュラでのドラキュラ。 不滅の恋、ベートーベンでのベートーベン、JFK でのオズワルド、バットマンシリーズのゴードン、ロストインスペースでのドクターミス、ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだの、ローゼンクランツ、ハンニバルでのメイスン・バージャー、ハリー・ポッターシリーズのシリウス・ブラック等が挙げられ、ロバート・デ・ニーロと同様に役作りには徹底した姿勢を貫き、オズワルドやベートーベンなどを演じるにあたり十分に、 役を研究して演技を行う。数々の作品で狂気を含んだ悪役を演じることが多いが、本人は役柄とは対照的に謙虚で小煩悩な性格で、オールドマン本人は自分に悪役をオファーする連中は想像力のかけらもないのだろうと述べている。悪役のイメージが付きまとっていることに悩んだ時期があり、自分の子供に出演作を見せられないことを気に病んだ。出演した。 ロストインスペースは子供からパパの気持ちは嬉しいけれどあんなダサ作に出ちゃダメだよと悟されたというエピソードがある。ハリー・ポッターとアズカバンの囚人出演以降から主人公を支えるサブキャラクターを演じることが多くなった。1997年には自分の経験をもとに初監督作品ニルバイマウスを完成させカンヌ国際映画サイパルムドールにノミネートされた。 2001年、ハンニバルで、ハンニバルレクターの宿敵メイスンバージャーを演じた。この役のために毎日メイクに6時間費やしたという、同年、人気テレビシリーズ、フレンズにゲスト出演し、エミー賞にノミネートされた。2018年、第90回アカデミー賞において、ウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男でアカデミー、主演団優勝を受賞。 同業者の間で人気の高い俳優としても知られる。ゲイリー・オールドマンの影響を受けたと公言する俳優にブラッド・ピット、ダニエル・ラドクリフ、シャイア・ラブーフ、クリスチャン・ベール、ジョセフ・ゴードン・レビット、ジョニー・デップ、クリス・パイン、ジェイソン・アイザックス、ライアン・ゴズリングなどがいる。特にブラッド・ピットはオールドマンを、ゴッド、神と称えている。また著名な映画評論家のロジャー・イーバートは、 ゲイリー・オールドマンが出ているとその作品のファンになって、島と語っている。1991年に飲酒運転で逮捕されており、1993年にはアルコール依存症のリハビリセンターに入所したことがある。最初の妻レスリーマン・ビルトンの間に長男が誕生した3ヶ月後の1989年、オールドマンは妻子と別居し、1990年に離婚した。 映画、ステート・オブ・グレースの撮影で出会った、ユマサーマと1990年に結婚したが、2年後に離婚した。また、映画で共演したイザベラ・ロッセリーニと同棲していた、こともある。1997年に結婚した3度目の妻との間に西を設けた。2008年12月29日、19歳年下のジャズシンガー、アレクサンドラ・イデンボローと、 極秘で結婚式を挙げ、ロサンゼルスに暮らしていたが、2015年にアレクサンドラが離婚申請を申し立て、同年10月に離婚成立。2017年9月、作家でアートキュレーターのジゼル・シュミットと結婚した。オールドマンは長男を通じて、孫が二人いる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。